ブクワ社長です。今回はですね、また新しい箱が。今回はですね、ちょっとね、本当テンション上がるかもしれない。やる作業もあるんですけど、カブクワ社長が学校に行ってる間にやってしまおうかなと。前回のヒロカさんヘラクレスからね、ジュニアがテンション上がっちゃった。そうそうそう、イエイって形でね、なってたんで、ポンポンポンと2つ出てきてるんですね。はい、これで、ちゃんと禁止的なキースが入ってきたってことがあるんですけど。新しい送られ方ですね。そうですね。どっちかっていうと、なんかミニタッパーみたいなんで送られてくることが結構多かったんで、じゃあこれ何入ってるか、じゃあ早速見ていきましょう。はい。よいしょ。あ、これはテープしてる。こっちのテープ地獄か。それは想定してなかった。ズン、ズン。この中に埋もれているやつ。なんかいますね。動いてますよ。さあ、行きましょう。ういしょー、でかい超でかいですか。でかい横にでかい。何これ。こいつはね、はい、エレファスゾウカブトです。これね、前言ってたんですけど、イベントに参加したよってお話言ってた、覚えてますか。はいはい、イベントで参加した時に金額的にやっぱ結構したんですよ。うん、でもね、めちゃくちゃ欲しいなっていうことをカブクワジュニアと言っててですね、見事に競り落とすことができたってことで、価格的にね、多分それの半分ぐらいの価格で競り落とすことができたということで、非常に満足してるというところですね。サイズ的なところもちょっと見ておきたいなってところもあるんですけど、実はね、手袋してるんですけど結構痛いんですよこれ今。実は痛い状態。ドン。115ぐらいですね。でかい。超巨大。痛い。幅がすごい。横幅がすごい。で、爪が超痛い。これね、あのダメージ度がこれ伝わってないと思うんですけど、結構痛いぞ爪。ああ、ピンチ。非常にしっかりがっちりホールディングしてくれてるんですけど、痛いと。痛い。ちょっとこれ、マジで痛いやつですね。釣りの時針引っかかったような。そうそうそう、思い出のそんな状態に近しいですね。すごいな。すごいすごい。ちょっとこれちぎってっていうか取ってほしい。あおお。あとちょっと、よっしゃ。いけた。すごいな。いや、もう破れますよねこれ完全にっていうね、そんなエレファスゾウカブト君がいるんですけど、ただね、このね、あの助っ人外国人みたいなノリで来たっていう状態になるんですけど、そうなると何が起きると思いますか。助っ人外国人が来てしまったってことに関しては、あ、1軍だった人がもしかしたら、ね、そうですね、2軍落ちするみたいなね、野球とかで FA でいいやつが来たらね、はい、落ちちゃうみたいな、そんな状況になっちゃうということなんですね。このケースはもしかして現1軍ですか。そう、現1軍。もともとね、あのリッキー、オス2匹と、はい、メス1匹って形を飼育してて、喧嘩もしちゃってってこともあるので、うん、まあ、今、1匹1匹ずつ飼ってるって状態になるんですけど、はい、ドン、あ、両方とも顔出して。顔出してですね。ヘラクレス、リッキー。しかも二軍って言ってるのもなんですけど。はい、あ、角曲がりですか。角曲がりのタイプなんですよ。B 品と呼ばれるやつですね。過去の動画で言ってたやつですね。5体来たやつの中の1匹なんですけど、ちょっとね、先もね、気持ち、もっとうねってしたやつが折れちゃってってことがあるやつ。折れちゃった。そうなんですよね。ってことがあって、まあ、あの、メスを奪ってが争奪戦一生してたやつで、まあ、一応こいつ残したってことにしてたんですけど、戦いの証しっていうところでね、ひっくり返しまくってたんで、一生バトル見えたんですけど、ただこのリッキー君が今回戦力外通告になっちゃうと。非常に残念。ケースとスペースの問題って、やっぱね、皆さん多分抱えてる問題だと思うんですけど、ただリッキーメスですね。もうヘラヘラに近いっていうか、もう見分けつかないと思います。メスは分からない。はい、リッキーメスです。はい、結果的に採卵みたいなことになるのかもしれないんですけど、ゾウカブトマジで痛かった。ちょっと最近で一番痛かったかもしれない。ゾウの力をふんだんに使われましたね。名前がエレファスゾウカブトですからね、もうゾウカブトみたいな、ゾウカブトチゲナビみたいな感じですね。カブクジュニア手挟めたら多分死ぬみたいな感じになったんで、良かったかもしれないと今勝手に思ってます。お決まりの給油ボックスの方にちょっとザザザザザと入れていきましょうというところですね。卵があればラッキーですね。あればラッキーですね。なんかね、ここのケースでやってる時運転内説結構あるんで、オキデンとか本当そうだったんで、ない感じがするな。まあ、一応底固めだけしとこうかな。ない感じがするので。さ
すがにね、私も駆け出しの感じ満載なんですけど、さすがにやることがちょっと慣れてきてるかもが、ちょっと手際が気持ちだけ良くなってるかもしれないです。でも多分ね、2体を過ぎて食べててあんだけ同居してて、これで交尾してないは多分ないと思うんですよね。人工をやろうと思っても結構逃げちゃってやってなかったんですよ、この子。まあどうなのかなって気持ちはどっかしてるんですけど、メスなんで産卵セットって形にはなるんで、ちょっとね広めに行きました。これを言うってことがどういうことか、オス君はねかわいそうですけど、ちっちゃいんですね。卵産むとかじゃないんで、ちっちゃめでいきましょうっていう感じでちょっとなっちゃうの。しかもね、もうマットも引かないです、うん、猫の砂っすよ。ただの猫の砂っぽさがすごい。どうしよう、どうしよう。そうですね、これですね。で、どこにのもんなんで、今ヒノキの代わりがちょっとね、そう調子が良ってます。めっちゃガチガチやな自分。でも2軍やで、ごめん。2軍行きが決定したんで、木も外される。プロゼリーじゃない、プロゼリーじゃないです、ごめんなさい。トータル2軍感が出たっていうところのヘラクレスリキビーこのやつをこれも収納してこちらに。ようやくですよ、やつが来ますよ、はい。さっき僕の手で痛めつけたやつが、マットに関してはガス抜きが終わっている付け穴のマットっていうのを使用させていただくということにはなるんですけど、これエレファントドーカウトはでもね特徴があってなんですけど、ヘラクレスとかに関しては大体1年半ぐらいで作業で待つけど、こいつ2年かかります。ほう、ちょっとかかるんですね。そう、ちょっとかかるんですよ。さらにアクティオンドーカウト、今レックスとかなってますけどは3年とかかかります。伊達に大きくない像って感じの2年以上かかるわけです。今からやったとしてもですね、幼虫の期間がまあネプチューンとかも長いんですよ、一応あいつも2年かかるんで一応。しかもね、今こいつ未誤食できてるんで、成熟する前ちょっと時間かかるんですよね。ちょっと固め、あとまだそんなに深くマット入れなくてもいいかなって感じのレベル、個人的には感じつつってところですね。大体こんなもんかなと。ちょっと足りなかったらまた今度足すようにします。いよいよある種本番です、はい。メスからいきましょう、はい。またテープ地獄になるんで、ちょっと見ましたよ、テープがあることを。僕はメスでフリーだったんでサイズわかんないですよね。フリーという表記があるんです。そう、フリーってあります。何ミリって書いてあるんですけど、基本オスがね基軸なんで、メスだけで売ってるやつはちゃんとサイズ書くんです。ほら、ドゥン。確かにでかいわ。はい、ドゥン。ドゥン。ヘラクレスよりも大きいイメージが。大きいです。横幅が広いですね。ゾウカブト、まあ顔はねほぼ一緒なんですよ。ここだけ取ってなんかあの私誰でしょうやってもあんま分かんないかもしれないですけど、ここ来たらゾウカブトの色なんですよ。これ色もやっぱりゾウカブト。そう、ゾウカブトの色ですね。ヘラクレスってここなんか違うじゃないですか。ってとこ含めてもただ横幅もでかいな。ドゥドゥドゥン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 。お、ちょっとしこんだな。75ぐらいですね。痛い。痛い。助けてください、助けてください。超でかいっすよ、うん、75っすよ。75でかい。ヘラクレスのメスででかいやつって73とかの数値多分一番でかい、ね、それよりもでかいんで、絵、うん、ですよ。横たわってるの見てください。この中に入ってても狭いよって感じすごいですよね。だからちょっとで、ね、爪乗せちゃうともう完全に痛すぎるんで、うん、ちょっと避けときましょう。ふわお、パオーンですよ、ふわおーん。いやすごいわ。いやもうね、一軍にふさわしいケースのサイズですね。これはこれはこれじゃないとダメな気がしてきたな。そうですね。いやでかいよ。もう触んのちょっと怖いんで木につけましょうか、うん、はい。うわっ、握手してた。はい、ダン。いやダン、すごい、すげえ。これはねでっかいっす。115ミリのエレファスゾウカブト。どういうことでしょう。浮かしておきましょう、はい。上からじゃーん、可愛らしいフォルム、すごい。いや、これは来てるね。これは来てます。でっかいです、でっかいです。写メ撮っててください。僕後で送ってほしい。いただきます。すごいわ、海は強烈や。こいつは強烈。いや、でかいわ。こいつはでかいわ。はい、完全にプロゼリーをね、うん、何の違和感もなく取ってましたね僕は、うん。
テンション上がるわ。この大きさはそうですね。この大きさはテンション上がるっすね。ちょっとなんか小さいやつが忍びないからちゃんと大きめに入れておこう。はい、使うか分からんけど、はい。サンライオンのやつも置いといて。よいしょ。はい、って感じですね。もう完全にもう4番打者来ましたね。来ましたね。ゴリゴリのあのなんて言っていいんだろうな、デスパイネみたいなやつ来ましたね。確かに確かに。ソフトバンクの。いや言っていいですよね。例えば今風でよかった。昔のやつじゃなく今風に言いました。タフィロワーズだったら僕も分かるんですけど、ね、細くてシュッとしてかっこいいやつもいいですけど、はい、こういうねブチョってしてね、俺打つでっていうのは足の速くないです絶対。足の速くないけど超絶すげえやつっていうのを見ていいのかなっていうのは ね、そんなエレファス増加部ってところなんで、さっき言ってた産卵をしてから成体になるまでは結構時間かかるタイプなんですけど、それでもねちょっと今回ね手にしたってこともあって、今後もねどんどん動画をお届けしていければなと思ってます。チャンネル登録まだの方に関しましてチャンネル登録本当によろしくお願いします。またねいいねだって応援していただける方に関しましてぜひぜひよろしくお願いいたします。それではですね引き続き動画の方ご視聴の方よろしくお願いします。それでは。